ほんと出来たてほやほやなんですけど、うん、ただまだ全然製造が追いついてないっていう早く作んなきゃみたいな、そういう気持ちですね。乗ってる様子を動画で見たいきっとかっこいいでしょ。まあねなタイヤでも回りながら一つ一つのタイヤが横に回転する、この組み合わせによってその場の回転、小回りがだいたい半径70センチぐらいでくるっと回ります。電源を消してまずバッテリーを取り外します。椅子を外すためにレバーを上げて椅子を外します。次に前輪と後輪を取り外します。前輪から入れますね。よいしょ。椅子を入れます。最後にこの後輪部を入れます。バッテリーを入れて終わりです。幅が110センチ、1メートル10センチぐらいあればだいたい入りますね。我々2011年にの、まあ、まだ会社化する前ですね、その時に外に行きたくなるようなソモビリティを作ろうと作り始めたのがこのウィルっていうプロジェクトの始まりですね。そういうところからデザインにこだわったっていうこともあるんですかね。やっぱそこ大きいですね。何それいいねかっこいいねみたいなそうそれどこで買ったのみたいな。モデル C のメリット、まあ、正直まず第一に価格ですね。45万円という形にしました。やっぱり A みたいなの乗りたかったけど、どうしてもやっぱり99万5千円を出せないっていう方って、はい、結構やっぱいらっしゃったんですよね。そういう方に45万円というのはかなり刺さったとは思ってますね。あと分解できますもんね。そうですね、はい、あの車に乗せられない、うん、でいざという時タクシー乗れないっていう、うん、そういう声って結構、うん、あのデメリットとして大きいっていうふうに言われてたので、そこにはなんとか軽量化して乗るようにしようっていうので頑張りました。私もそこが一番グッときたところでした。カラーも変えられますしね。そうですね、うん、でもここはやっぱり、まあ、足であり靴であり、うん、まあ、服である、そういうモビリティだと思うので、うん、やっぱりみんな自分の、うん、自分の色みたいなのを出せるようにしたいっていうのはよく言われたので、うん、カラバリできるようにしようっていう、ためらうことじゃないんだよと、うん、気軽に乗っていい乗り物なんだよっていうふうにイメージを変えていく、うん、これが、まあ、僕らのやりたいことだと思います。今日乗れて光栄でした。いえいえ、こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。